私は赤の豪邸としてミガドルエデン全土から恐れられていた。それが不思議なものだ。今私は主様にじっと愛情を向けている。無慈悲に暴落をこなせていない。ほら、全然耐えてる。促すためとはいえ、こんなの私らしくない。今までの私なら愛情があっても関係なく鏡を洗って開けることができたんだ。このままだと私の変化を見破られてしまう。主様の甘さと優しさに私が救われてしまう。それではダメなのだ。どうした？嘘だけあげて強敵に勝てるとでもうぬぼれていたか。甘い、心底甘い。主様程度の精度で私に届くと思っているなら滑稽でしかない。どの口が言ってんだよ。お前が一番甘いだろう。証拠にこんなに殴られて俺の体がえぐれていないのが証拠だ。だけど寝るに勝つイメージが一切湧かない。オーラもさっきまでに比べて強すぎる。全然力の制御がつかない。全然抑制できていない。まずはここからだ。オーラを整えろ。体本体に流れるオーラの波と使用するオーラの波を統一させるんだ。誤差は無駄を生むんだ。それでは合わないんだ主様よ。意識すれば意識するほど、そのオーラの波の高さと速さにズレが生じるんだ。今までのオーラとは違うんだ。そう、教えるのは苦手だ。それは今まで弱者に一度も寄り添ってこなかったからだ。むしろ嘲笑っていた。弱い、これでは大会前と変わらない。ただオーラ量だけでどうにかしようとしているだけだ。能力で抑えないと話にならない。重宝。能力か。キャンセルされた。慌てすぎだ主様よ。忘れたか。ここは私の神域、全権の定冠。この空間内では全ての権利は私に委ねられる。この空間に入った時点で生きることすら、死ぬことすら、歩くことも、息をすることも、考えることも、全て、私に権利がある。一度主様も使っただろう。私の神域を、アロケルという雑魚に。今こうして死なないのは私はその権利を掌握しているからだ。だからよ。能力に逃げるな。現実から目を背けるな。主様の課題は明白なんだ。それに向き合い、そして私を撃破してみろ。言っておくが私は専属神の奴らがどうなろうがどうでもいい。ことかがらきされ、無残に殺されたり、いいようにもてあそばれていようが知ったことじゃない。救えなかったのは私を殺せなかった主様の責任だ。せいぜい守れず、無残な姿になったことかや専属神の姿を見て泣き叫ぶがいい。そこまで経験しなければわからないのなら、それもありだ。慰めてやるぞ。主様が被害者だと、惨めだと、哀れだと、同情してやろう。主様はただ泣きながら私を頼ればいい。なら私が主様のために制裁を加えてやる。それがいい。主様は何もしなくても私を使うことで威厳が生まれるのだ。逃げ癖の主様にはぴったりな人生だと思わないか。いい加減にしろ。心にもないとわかっている言葉にどう腹立てろって言うんだ。お前はそんな面倒見のいい奴じゃないだろ。尽くすタイプでもないだろ。無理すんな。おいおい、たかだか数ヶ月も満たない関係で私のことを知ったつもりか。俺は本当のお前を知っているとでも言いたいのか。私は豪邸だ。傍若無人でゆえが独尊、ミガドルエデンの誰からも恐れられる存在。それが私なのだ。こんなにコロッと騙される残念な主様よ。よく覚えておくのだな。ならなんで俺は動ける。俺は言ってる。なぜ怪我が大したことないんだ。お前は殺されたいだけじゃないか。こんな自分でできない嫌なことを俺にさせようとすんなよ。お前こそ逃げてんだろ。これ以上の侮辱は主様相手でも許さんぞ。そ、お互い甘い。俺だってネルを傷つけたくない。ネルだって俺がしっかりしていればこんなことをしなくて済んだのに。そうだ、俺は考え方を間違えていた。これ以上戦っていてもネルは苦しいだけだ。なら俺が終わらせるしかないんだ。俺がネルに勝って早くこんなことを終わらせてネルが安心できるようにするんだ。相手を守るために殺す。バカみたいに矛盾した話だけど、それが俺の戦う覚悟になるのなら、今はその信念を信じよう。俺の甘ったれた理性を飛ばす。どうせまともに扱えないオーラだ。いっそのこと盛大に使え。工業。工業。なんだその技は。それよりオーラを整えるのではなく、むしろ膨大に上げて乱した。そんなことをすれば意欲は上がるが消費もバカにならない。私にはさすがに驚いたが、2匹目は問題ない。力だけで私を押せると思ったか。やはり自我を失っている。一種の暴走状態、いや技とか、莫大な力を使う代わりに自我を失う。わかった、一度戦ったことがある。確かあいつは魔族、ワルプルギスとか言われていたな。あいつも確か同じ戦術を使ってきた。いつの間に接点を持ったかは知らんが、今主様に求めているものとは真逆の技術を。
おろしだな。自身の犠牲を飛ばさなければ自制もできないのか。私ってああいう主様だな。その程度で私に一撃入ると思うな。それでダメなら質量で潰す。オーダー、クリア。質量勝負か。それは一番仕掛けてはいけない勝負だろう。はい、せい、これだ。単純な話だ。私は力は抑えられてはいるが、身についている技術と知識まで制限はされていない。主様が嬉しくなって放った一丁程度のオーラ光線、私は1000あればたやすく再現可能だ。もっと高度なオーラ技術を見せてやろうか。いや、いい、気が狂ってたとはいえ、ネルにそこで勝負するのはどうかしてた。けど無駄ではなかった。どんな方法でも吹っ切れて、どう考えてもバカみたいなオーラを使ったおかげで、今流れる俺のオーラの波動を明確に理解できた。おかげで光線はできるようになった。あら、用事だが早いな。前々から思っていたが、確定だな。主様の得意分野はオーラだ。この短時間で光線と光星を私の想定より早く習得し、本格的に訓練を始めてすぐにオーラを大量に身につけた。フルパワーなら1兆2000億ほどだった主様のオーラも今は50兆。オーラだけなら今の私や月読み発光、四季東野を余裕で超えている。今主様だけの世界の頂点に通用する武器が手に入った。だがまだだ。それでは私には届かない。いや、月読みや四季東野にすら。なぜなら主様のオーラ量をしのげる技術を持っているからだ。まだ足りない。もっとだ。オーラが高いだけで勝てるなら苦労しない。そうだ、まだネルに届いていない。自身のオーラを掌握したんだ。ならさっさとオーラの波をなくすんだ。光星無駄の境地。主様、すごい。オーラを大きく乱して、聖戦艦、核、を出し、なおかつ莫大なオーラの波の最大値を基準に光線でオーラをコントロールし、光線で常に最大出力を可能にした。最初主様はオーラを大きく乱した。それがここだとする。そして次に、光線、で体のオーラと使用するオーラの波を一致させた。そして本来の光線ならそのオーラの波をなくして無駄をなくし、オーラの効率を最大限まで上げるための技術を。主様は乱したオーラの波の最高点を基準にして波を整えた。言うのは簡単だが、容易ではない。さあ、主様よ、私の目に見えるものがハッタリじゃないことを証明してくれ。すごい、この私が嫌いなのオーラ量でかわすのが精一杯だった。素晴らしい。まだネルに届いていない。俺がいくら強く速くなってもネルの動きを捉えるように切っていないから当たらないんだ。今この一瞬でネルの動きを理解するために俺がすることは、更新。自身のオーラを相手のオーラと同調させることで衝撃を緩和させたり、カウンターを容易にする守備に特化したオーラ技術。あいつが見ているのは目先の獲物じゃない。空間すべてのオーラの流れだ。動きは必要最低限。目や感覚ではオーラを捉え、経験と知能で石化の攻撃を予測。更新、空間のオーラの流れを読む守備と予測の技術。それだ、五感すべてを使ってオーラを自分だけではなく空間全域の流れるオーラすらも掌握するんだ。そう意識した瞬間、俺の目は今までとは違う見え方をし始めた。すごいわね、パトくん。オーラ量が今まで感じたこともないほどだわ。ねえ、なんで漏らしてそこまで平然としてられるの？って思う。いや、どうせ漏らすしか道がなかったわけだし、仕方なかったと割り切った方が気が楽だと思って。目の後始末。全部私。早く着替え持ってきて。腰に上着巻いてるけど、さすがに下に何も履いてないと違和感しかないわ。この人、メンタルお化けすぎる。かなちゃん、絶対にかなでさんの手を離したらダメよ。もちろんだよ。私たちが少しでも安眠するためにこのドインランシスターもどきだけは拘束しておかないと。みんなで川の字になって寝る。懐かしいですね。知ってますか？人間の手も性感体として機能するらしいですよ。私はまだ未開拓なんですが、でも性感体になった暁にはさぞかし性への探求心が燃え上がって、その口っさげー。でもダメ口もダメ。体の至るところから溢れ出るインラン娘が。くわ、ふぐふごごごふごご。絶対に喋らせるな。どうせ一言目は絶対下ネタよ。お願いだから寝て。私なんてさっきの腕抜き抜かれて死にかけたんだから。ふへ、ふごごふふごごふごごごふふごレロレロ。はぁ、塞いでた手を舐めてきた。内線を撃ち抜かれてなんで無事なんですか？確かにそうだわ。というか思ったより第一声は普通だった。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。